第47回日本アカデミー賞受賞式が8日に放送される6時。司会は羽鳥慎一。昨年の同賞の最優秀主演女優賞に輝いた岸井ゆきのが務めるが、番組ナビゲーターは2014年にひまわりと子犬の7日間でオールナイトニッポン話題賞俳優部門での受賞経験もある若林正康、オードリーと三浦麻美アナが担当する。昨年の日本アカデミー賞受賞式でのナビゲーターを務めた若林&三浦。若林と最優秀主演女優賞に輝いた岸井は、2015年放送のテレビ東京系6からみんながみんな何かの病気で共演していたことから、受賞後のインタビューで若林が本当におめでとうございます、グッときましたよ、感動したと感慨深げにコメント。